こんにちは、モスマンです。ルメール騎手過大金5万円っていうこの件についてお話ししようかと思います。競馬ファンの方々がね、結構ツイッターとか、まあ動画なんかでもそうです。まあ特にツイッターですかね。怒ってるみたいですね。サートルナーリアのその、うちに刺さった件について。で、僕、まあ個人的にね、馬体の接触っていうのはね、そんなに珍しいことじゃないから、馬体がぶつかったことに関してどうこうっていうのはよくわかんないんですよね。ぶつかりますよ、バチバチに。で、ぶつけられてやる気がなくなるような馬作っちゃいけないってことですよ。厳しいこと言うとね。ぶつけられて怒るのは、まあ、それは騎手は怒ると思います。怖いから。ぶつけられて、馬が立ち上がったりとか、つまずいたりっていうのは、やっぱり乗ってる本人たちはね、すごく怖いと思うので、それは怒るのはわかるんですけれども、怒りの矛先がね、ルメール騎手に向いてる気がするんですけれども、でもそれもどうかなっていう気がして、なぜなら、ルメール騎手は、確かに、サートルナーリアの進路をね、まあ、クリアじゃないな、まあ、サートルをまっすぐ走らせられなかったっていうことで、過大金5万円のペナルティー食らいましたけども、逆に言うと、たった5万でもう、手打ちなんですよ。5万で手打ちなんですよ。だ、馬主さんにしてみたら、たかだか5万円のペナルティーで、皐月賞っていうクラシックをね、勝たしてくれれば、やっぱりありがとう、クリストフなんだよね。だから、結局ね、なんかフェアに騎乗するっていうのは、それはジョッキー同士のやっぱり、暗黙の了解なんじゃないかなと思うんですよね。馬主とか、あるいはファンにしてみたら、別にフェアに乗ったって乗んなくったってどっちでもいいから、自分が買ってるね、馬がね、馬券に絡んでほしい。馬主にしてみたら、とりあえず自分の馬、飼ってほしい。あるいは、賞金加えて帰ってきてほしい。入着してほしい。掲示板乗ってほしいってね。決して、フェアな競馬を楽しむ会じゃないですよね。フェアであってもなくってもね、ジョッキー、当人同士以外はあんま関係ないと思うんですよね。でね、今日言いたいのは、ファンの方やっぱ怒ってて、で、その怒ってる気持ちっていうのはね、まあ分からんでもないんですよ。でもね、矛先がルメール騎手っていうのがね、そこが違うんじゃないかなと思って、怒りの矛先はね、JRA なんじゃないかなと思います。だって、JRA が定めたルールの中で競馬してて、JRA が審議のね、青ランプつけて審議した結果、5万で手打ちって言ってるんですよね。そういうことですよね。どんなにラフなプレイしたってなんだって、JRA が公正な目で第三者の目で見て、過大金5万で手打ちってもうそれで言ってるんで、それ以上でも以下でもないんですよ。だから、僕もね、今の膠着制度っていうのは、ちょっとわかりづらくて、あまり好きではないです。で、ここのことをね、すごく、言ってる人もいるし、現役のね、騎手の方もね、今の現行の膠着制度っていうのは、納得いかないって言ってるね、ジョッキーの方もいますね。で、それは僕もわかるんですけど、それを定めているのも執行しているのも JRA なんで、もしやっちゃいけないことしたら、まあ、膠着、騎乗停止っていうして、ペナルティが課されるので、まあ野球で言ったらデッドボールもルールのうちみたいなね。でも、顔面への支給はダメですよね。確か危険球退場ですよね。だからまあ、競馬で言ったら、やっぱり、明らかに着順に影響を与えるような重大な、まあ、射光なりなんなりっていうのは膠着っていうね。そういうまあ、ルールがあるわけであって、そのルールにまあ、乗っ取ってやってる以上はね、ちょっとラフな騎乗も馬体の接触も全部ルールのうちだと思いますね。で、それを騎手に怒りの矛先を向けるのはちょっと違う気がしますね。怒りの矛先は JRA であるべきだと思います。なぜならルールを作っている、のは JRA だし、ルールを適用して執行しているのも JRA だからです。っていうことでね、正直日本の競馬ってなんかわからないけど、やたらにそのフェアな競馬、クリーンな競馬を求める気がするんですよね。なんかやっぱり武士道っていう考え方があるからなんですかね。ね、サッカーもね、なんかブラジル人選手はなんかすごくね、こう、ずる賢いプレーが上手いとか言いますよね。マリーシアとか言ってね。なので、それはやっぱり日本人の騎手も、勝つためだったら別にフェアな騎乗を心がける必要が本当にあんのかなっていうね、常識を疑うところから始めてみるっていうのもね、いい気がするんですよね。そうじゃないとね、
今後もう海外で、まあ、経験積んだ機種、海外の、これね、外国籍の機種にね、根こそぎ全部やられますよ。だって、ちょっとラフに乗ったって、硬い金5万で手打ちって分かったら、それやらいじゃないですか。勝つか負けるかのキット貼ったのも、ね、コンマ何秒争ってる中で、クリーンに乗って鼻差2着で、歴史上ね、2着で終わるのか、ね、ちょっとバーンで馬体ぶつけて弾いて、ね、硬い金5万で、ね、1着になって歴史に名を残すのかって、えらい違いですよね。そう、だから目的は何だ？勝つことなのか、フェアに乗ることなのか、そんな目的が何だっていうね。結構その辺の意識って、なんだろうな、競馬学校で教わることじゃない気がしますね。持ち合わせた闘争本能っていうか。まあ、僕が馬主さんだったら、とにかく、勝ってくれる騎士がいいですね。なんであれね。硬い金5万なんか俺が出してやるよって話ですよ。ね。だって1着賞金1億何千万の G1 でさ、硬い金5万なんてさ、砂利戦も砂利戦じゃないですか。はい。ってことで、そろそろね、仕事戻りますよ。昼飯食べたんでね。今日は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。できるだけ、動画アップしていきますので、よかったらチャンネル登録いただいて、お楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。バイ。